隣の嫁、伊藤幸男こちらは LibriVox です LibriVox の録音はすべてパブリックドメインですボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください URLLibriVox.org1 満蔵満蔵小作小作外はまっぴりだよさあさあ 起きるだ。起きるだ。向こうや、隣でや、もうひと仕事したころだわ。今天気のええのん、朝寝していてどうするだい。庄作、小作、さあさあ。表座敷の雨戸をガラガラ開けながら、例の難し屋の姉がどなるのである。小作は眠そうな目をむしゃくしゃさせながら、ひょこと頭を上げたが、 またぐたり枕へつけてしまった。目は覚めていると姉に思わせるために頭を枕につけていながらも口の内でぐどぐど言うている。下部屋の戸ががらり勢いよく開く音がして間もなく庭場の雨戸ががらがら23枚ずつ一度に押し開ける音がする。正直な万蔵は姉に怒鳴られて いつものように帯締める間もなく、半裸で雨戸をくるのであろう。おっかさん、おはようございます。思いのほかな天気になりました。万蔵の声だ。万蔵、今日は朝のうちにもみを干すんだからな。すぐ庭を履いてくれろ。姉はもう仕事を言いつけている。万蔵はまだ顔も洗わず、着物も着前に。 あれだから人からよく言われないだなどと小作は考えているこの場合に臨んではもう五分間と起きるを伸ばすわけにいかぬ小作もそろそろ起きればならんでなおヤグの中でもさクさしているすぐ起きる良見ではあるがなかなかすぐとは起きられない肩が痛む腰が痛む手の節足の節ともに キヤキヤしていい。たどうもえらいくたぶれようだ。なあに起きりや治ると、小作は自分で自分を叱るように独り言言って、大いに奮発して起きようとするが起きられない。またしばらく額を枕へ当てたままうつ伏せになってもがいている。まったく小作は非常にくたぶれているのだ。昨日の稲刈りでは、女たちにまでいじめられて、 散々苦しんだため体の利かなくなるほどくたぶれてしまった。尺匠は嫌だなあ。あ,あバカバカしい。腰が痛くておきだれやしない。あああ,あ。庄作はなお起きかねて家の者らの気配に耳を澄ましている。万蔵は庭を吐いてる様子。姉は白ぼう器で座敷を隅から隅まで。 さささっさ音をさせてて吐いている。姉は実に働き者だ。姉は何をしたってせかせかだ。座敷を歩くたって貧乏ってなど歩いてはいない。どしどし足踏みして歩く。起こされないたって寝ていられるもんでない。姉は二度起こしても小作がまだ起きないから少しぷんとしてなお荒っぽく座敷を吐く。 釜屋の方では下女が火を焚き始めた。まみ殻を炊くのでパチパチパチ、盛んに音がする。鶏もいつの間か降りて羽ばたきする。こうこう面取りがなく。彰作もいよいよ起きねばならんかなと思ってると。なんだこら彰作、彰作。戸を開けられてしまってもまだ寝ているか。なんだくたぶれた。若い者が。 仕事にくたぶれたって、朝寝をしてるもんがあるかい。姉なんぞへの手前があるから、母はなお声激しく言うのだ。そんなにお母さん、激しく起こさねたってすぐ起きますよ。すぐ起きますもねえもんだ。今自分まで寝てるもんがどこにある。困ったもんだな。そんなことで、どこさ向こうに行ったって勤まれやしねえや。また始まった。 向こうに行けば向こうに行った気にならあねえ。余計な返答をこくは。つけつけと小言を言わるれ,れば口答えをするものの、小作も母の苦心を知らないほどおるかではない。小作が気ままをすれば、それだけ母は家の者たちの手前を兼ねて心配するのである。慈愛のこもった母の小言には、小作もずるを決めていられない。 仕事のやり始めは誰でも一度はそういうものだよ。何が病気なもんか。仕事着になって体が締まれば痛みはなくなるもんだ。母はそう言っても、どっか悪いところがあるか知らんと思ったらしく、小作のせい回って、見上げ見下ろしたが、なるほど両手の肘と手首が少し腫れてるようだけど、やっぱりくたぶれたに違いないという。 そうかしら。なんだか知らないけど、バカに腰が痛いや。バカバカしいな百姓は。百姓がバカバカしいて、百姓の子が百姓しねえでどうするつもりかい。あの藤吉や五郎助を見なさい。百姓なんどつまらないって飛び出したはよいけど、あのざまを見なさい。小作は、そりゃあんまりだ。藤吉の野郎や五郎助と一緒にするのはひどい。 というのを耳にも止めずに台所の方へ行ってしまった。冷ややかな空気に触れ、冷たい井戸水に顔を洗って、小作もようやくせい気づいた。いくらか体がしっかりして息は来たが、まだ痛いことは痛い。起きないうちはわからなかったが、起きて歩いてみると、腿根が非常に痛む。とても直立しては歩けない。 小作はようやくのこと、よちよち腰を曲げつつ歩いて、井戸端へ出たくらいだ。下女のお浜がそっと横目に見て、くすっと笑ってる。この甘っこめ、早く飯を食わせる工夫でもしろ。稲刈れにもまれて、体が痛いからって、わし怒ったってしょうがないや。はははは。ば <laughs> かてめえに用はねえ。 小作はこれで今日は稲が枯れるかしらと思うほど、五体がミシミシするけれど、下女にまで笑われるくらいだから、母にこそ口説いたものの、他のものには決して痛いなどと言わない。小作は今年十九だ。年の割合には気は若いけれど、体はもう人並み以上である。岩根を吹いて見たところで、いたずらに嘲笑を買うまでで、 誰だってそうだと言われてみるとこれきりの話だ。小作も今はなあにという気になった。今日の稲刈りでよし田ん中へ張ったって苦しいの何のというもんかと力んでみる。小作はしばらく井戸端に佇んで気を養うている。 井戸から東へ二軒ほどの外は竹やぶで、形ばかりの四つ目垣が巡らしてある。やぶには今、やぶうぐいすがささやかな声に鳴いている。垣根のもとには竜のひげが隙間なく茂って、青い玉の何とも言えぬ美しい実が黒い茂り葉の間に綴られてある。竜のひげの実は実に色が麗しい。例えて言いようもない。 鮮やかに潤いがあるとでも言ったらよいか。藪から乗り出した餅の木には赤い実がたくさんなってる。渋みのある朱色で嫌味のない小鹿な色が懐かしい。小作は玉から連想してお豊さんのことを思い出し穏やかな顔にニコルと笑みを動かした。あるある、一人ある、お豊さんが一人ある。小作は こう一人ごとに言って、竜のひげの玉を三つ四つ手に取った。手のひらにのせてみて、しみじみとその美しさに見とれている。お豊さんは実に親切な人だ。また一言言って玉を見ている。小作は体は大きいけれど、この春中学を終えて、今年からの百姓だから、何をしても手回しが呪い。昨日の稲刈りなどは、 随分惨めなものであった。誰にもかなわない。重視のお浜にも危うく負けるところであった。実は負けたのだ。しょうさん、カリクラだよ。というような掛け声で重視のお浜にもみ立てられた。くそてめえなんかに負けるものか。翔作も一生懸命になって、昼間はどうにか人並みに勝ったけれど、午後も 二時三時ごろになっては、どうにも手が利かない。おはもは、にこにこしながら、小作の手元を見合って、小さんは、私に負けたら、私に何をくれます。お前に俺が負けたら、お前の好きなものを何でもやる。きっとですよ。大丈夫だよ。負ける気遣いがないから。こんな調子に、冗談やら本気やらで、小作は、ヘトヘトになってしまった。 お浜がよそ見をしている間にお豊さんが手早く小作の菅井原を30本だけ自分の絵入れて助けてくれたのでようやく表面お浜に負けずに済んだけれどそういうわけだから実はお浜に30本だけ負けたのだ。小作はここにマグマンをしているとすぐ呼び立てられるから今しばらく家の者の視線を避けようとしていると お浜が水汲みに来た。「うさん、今日はきっと任してやります。バカ言え、てめえなんかに片手だって負けっこなしだ。そんだらかけっこにせよ、うんやろう。お浜は、はははと笑って水を汲む。浜、誰か俺を呼んだら、便所にいるってそう言えよ。いや、裏の畑に立ってるってそう言ってやら。この奄美。小作は、 例の手段で便所作を労し、瀬戸の桑畑へ出てしばらく召集を避けてる。果たして兄がしきりと呼んだけれど、浜子がうまくやってくれたから、なお二十分間ほど骨を休めることができた。朝露、ひとひととこぼるる桑畑の茂り、次な菜畑、大根畑、新たに青み加わるさやさやしさ。一鉄に黄ばんだ稲の広やかな田んぼや、 少し色づいた遠山の秋の色麓の村里には浅けぶり薄青く遠くまで棚引き渡して空は瑠璃色深く澄みつつ全てのものが皆生き生きとしておのおのその本能を発揮しながらまたよく自然の統一に参合している小作は我自らもまた自然中の一物に加わり その大いなる力に同化せられ、その力の一端が我が肉体にも我が精神にも通い来て、新たなる命に生き返ったような思いである。お豊さんやお浜や晴れ晴れと元気の良い、毛の先ほども肉毛のない人たちと打ち興じて、今日も稲刈りかということが、なんとなし嬉しく楽しくなってきた。 太陽はまだ地平線に現れないが、隣村の誰かで馬を引いてくる者も,もある。荷車を引いてくる者も,もある。天秤の先へ風呂敷用のものをくくしつけ肩へかけてくる者。軽みに懐でしてくる者。声高に元気な話をして通る者。いずれも大回転の波動かと思われ、いよいよ自分の胸の中にも何かが。 湧きるるる思いがするのである小作は足腰の疲れもすっかり忘れてしまい活気を全身にたたえて皆の働いてる表へ出てきた「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックストオ g のために録音されました」。 小作、お前は鎌を研ぐんだ。朝めえのうちに四丁だけ研いでしまってお金じゃなんねえ。さっきあんなに呼ばったに、どこにいたんだい。なんだ腹の具合が悪い。みっちりして仕事にかかれば、大抵のことは治ってしまう。この忙しいところで、朝っぱらからブラブラしていてどうなるか。小作の便所は時によると長くて困るよ。 仕事の習い始めは随分つらいもんだけど、それや誰でもだから仕方がないさ。来年は誰にも負けなくなるさ。兄夫婦は口ごとを言いつつ、手足は少しも休めない。仕事の習い始めは随分つらいもんだという察しがあるならば、少しは思いやってくれてもよさそうなものと思っても、兄や姉には口答えもできない。母に口答えするように、 兄や姉に口答えしたら大変が起こる。どこの家でもそうとは決まっていないが、親子と兄弟とは非常に感じの違うものである。兄には妻があり、かつ年を取っている兄であるといよいよ難しい。ことに、小作のうちは昔から家族の難しい習慣がある。小作は黙って鎌を研ぐ容易にかかる。 兄は決まったくせで口コウと言いつつ大きな身で蔵からずんずんもみを庭に運ぶ後から姉がそのもみを広げて回る万蔵は庭の隅から隅までわらしぶを敷いてその上にむしろを並べるこれにもみを干すのである60枚ほど敷かれる庭ももはや六部通りもみを広げてしまった小作は 蝶子鉢へ水を持ってきて、軒口の敷居に腰をかけつつ、肩肌脱ぎで、ゴシ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 鎌を研ぐのである。小作は、百姓の子でも、妙な趣味を持ってる男だ。森の小陰から、朝日が差し込んできた。はじめは、障子の髪へ、ごく、うっすらほんのりと影がさす。ものの影も、その形がはっきりとしない。 しかし、その間の色が最も美しい。ほとんど黄金を透明にしたような色だ。強みがあって、輝きがあって、そうして色がある。その色が目に見えるほど生きた色で、少しも固定しておらぬ。一度は強く輝いて、だんだんに薄くなる。木の葉の形も、小鳥の形も、はっきり映るようになると、極めて、 落ち着いた静かな趣になにる小作はその面白い光景に我を忘れて見とれている。鎌を研ぐ手はただ機械的に動いているらしい。お浜はまことに雲にもない声で光太を歌いつつ台所に働いている。兄夫婦や万蔵はほとんど生きた機械のごとく秩序正しく動いている。小作の目には 太陽の光がスインスンと帆を進めて動く意味と、ほとんど同じようにその調子に合わせて、うちの人たちが働いているように見える。小作はもう、ただただ愉快である。東京のものの本などを書く人たちは、田園生活とかなんとか言うて、田舎はただのんきで、人々をすこぶる悠長に生活しているようにばかり思っているらしいが、実際は、 都人史の想像をしているようなものではない。怠け者ならば知らぬこと、真面目な本気な百姓などの秋といったら、それは随分と忙しい激しいものである。野らくらしていては女にまで軽蔑される。恋も金も働き者でなくては得られない。一家にしてもそのうちに一人の武将者があれば、そのために ほとんど家庭の平和を破るのである。その代わりに、一家手揃いで働くという時などには、ずいぶん激しき労働も見るほどに苦しいものではない。朝夕忙しく、港が白むとともに起き、三つ星の西に傾くまで働けば、もちろん骨も折れるけれど、そのうちにまた言われない楽しみも多いのである。おのおの 好き好きな話はもちろん、歌も歌えばしゃれも言う。噂の恋や、まことの恋や、家のうちではさすがに多少の遠慮もあるが、外で働いている時には、遠慮もはばかりもいらない。時には三丁と四丁の隔たりはあっても、同じ田んぼに思い合っている人の姿を、互いに遠くに見ながら働いている時など、 よそめにはわからぬ愉快に日を暮らし、骨の折れる仕事も苦しくは覚えぬのである。まして、肉からぬ人と肩肘並べて働けば、少しも仕事に苦しみはない。よし、色恋の感情は別としても、うちじゅう気をそろえて働けば、互いに心持ちよく、いわゆる一家の和合から沸き起こる一種の愉快もまた、 花趣味の深いものである。小作が肩肌脱いで勢いよく釜を研ぎ始めれば、兄夫婦の顔にもはや難しいところは少しもなくなって、快活な話が出てくる。母までが端間に出てきて、みんなの話に罰を合わせる。小作がよく働きさえすれば、母はうちの者のに形見が広く、いつでも愉快なのだ。 地愛の親にこうをするはわけのないものである。今日明日とみっちり狩れば、明後日は早じまいの刈り上げになる。刈り上げの祝いは何はよかろう。小作、お前は無論餅だな。そういうのは兄だ。小作はにこり笑ったまま何とも言わぬうち。餅よりは寿司にするさ。こないだ餅を一度やったもの、今度は寿司でなきゃ。 なあ小作お前も寿司仲間になってよ。私はどっちでも。小作お前そんなこと言っちゃいけない。兄さんと万蔵はいつでも餅と決まってるからお前は寿司になってもらわんけで困る。私とお浜が寿司で餅の方も二人だから小作は寿司となればこっちが三人で多えだから寿司と決まるから。小作は、 相変わらず笑って、右とも左とも言わない。万蔵は、おばあさんが持ちに賛成だという。姉は、おばあさんは、犬を飼らない人だから、採血の数には入れられないという。各受け持ちの仕事は、少しも手を緩めないで働きながらの話に笑い共じて、にぎやかなうちに仕事は、着々進行してゆく。小作は、 四丁の釜を研ぎ上げた頃に、もみ星も段落がついた。お浜は御前ができたと言うてきた。昨日はこっちから三人行って、隣の家の稲を買った。今日は隣の人たちが三人来て、こっちの稲を買うのである。若い人たちは大勢でにやかに仕事をすることを好むので、年頃の間にはよく行われることである。 隣から三人、うちの者は五人、都合八人だが、兄は稲をあげる方へもあるから、枯れては七人。一人で五百羽ずつ枯れば、三千五百枯れるはずだけれど、小作とお浜はまだ一人前は枯れない。二人は四百羽ずつ枯れと言い渡される。小作は、六尺台の男がお浜と組むは情けないと言う。それじゃ 五百でも六百でも買ってくれと姉が冷笑する。お浜はまた翔さんが五百狩れば、私だって五百狩るという。お浜は何でもかでも、今日は翔さんを任して、何か買ってもらうんだという。俺がお浜に負けたら、何でも買ってやるけれど、お前が俺に負けたらどうする。私も負けたら、何かきっとあげるから、翔さんの方から決めておいてください。 そうさな、俺が負けたら日々の公約をお前にやろう。あら人を馬鹿にして、そんなら私が負けたら一文公約を少佐にあげべ。はははは。仕事着と言っても若い者たちにはそれぞれ見えがある。翔作は無頓着で白目レンスのへこ帯が少し新しいくらいだがお浜は上着はチューぶるでも半襟と帯とは 仕立ておろしと思うようなメレンス友禅の品の悪くないのに卵色のたすきをかけてる背丈すらっとして色も白い方でちょっとした娘だ白地の手ぬぐいをかぶったお城姿人村の問題に登るだけがものはある万足なんか眼中にいないところなどはすこぶる頼もしい小作にからかわれるのが どうやらうれしいようにも見えるけれど、さあ仕事となれば、一生懸命に、小作を任そうとするなどは、はなはだ無邪気でよい。生さんと生さんのおふくろと一緒に、お豊さんは少し後になってくる。お豊さんは、決して生さんと一緒になって歩くようなことはないのだ。おはようございますが、てんでに交換され、 昨日のこと、天気の良いことなど、何なん,なんと交換されて、昨日引き立つほど賑やかになった。お豊さんは今、今つい庭先まで、浮かぬ顔色で来たのだけれど、みんなと、み子とよこと言葉を交えて、たちまち、元の最在した月食に帰った。お豊さんは、身なりも心の通りで、すべてがしっかりときりっとして、 見るる。も清々しいほどであるおはまはお父さんを一も二もなく崇拝して何から何までお父さんをまねるおはまはお父さんの来たのを見るや庭まで出てお父さんを迎えお父さんの風の上から下まで見つめてやがてお父さんのものをこれは何これはどうしてといちいち聞いてみるお父さんは 熟だと言うけれど、勝ち気な女だから、どう見たって二十歳前の女とは見えない。女としては、体がたくましすぎるけれど、さりとて、決して、かどかどしいわけではない。白い女の持ち前で、顔は、紅をすすったかと思われる。たくさんな黒髪を、豊かに、胃腸返しにして、 帯も半襟も昨日とは変わって華やかだ。どう見てもお豊さんは隣の清さんが嫁には過ぎてる。お豊さんの浮かない顔するのもそれゆえと思えばかわいそうになってくる。小作、いくら仕事になれないからとて、その体で女に借り負けるということのないど、どうでもええと思ってやれば、いつまでたったって仕事は強くならない。 母は気遣って小作を励ますのである。小作は例のごとくただニコルの笑いで答える。やがて八人用意整えて目的地に出かける。お豊さんとお浜の風は確かに人目に止まるのである。まあ綺麗な稲刈りだことと褒めるものもあれば、嫌に作ってるなとあざけるものもある。 お浜のやつが、小作さんに気があるからおかしいや、というようなのも聞こえる。お浜は、じろり悪口言う方を見たが、誰だかわからなかった。お豊さんは、どういう心持ちか、ただ黙って、うつむいたまま、脇目もふらずに歩いてる。姉は突然、お豊さん、うちではおかげで、あさって刈り上げになります。隣ではいつ私、どこでもあさって。 うちではね、餅だというのを、ようよう、寿司にすることになりました。およさんとこは何私とこでは餅だそうです。私、餅は嫌い。それじゃあ、およさん、あさっては、うちへおいでなさいよ。それだら、しょうさんが、お隣へ餅を食べに行って、およさんが、うちへ寿司を食べに来るとええや。こういうのは、おはまだ。朝っぱらから、食うことばかり言ってやがら、 そう言って兄は背負った菅井原を右の肩から左の肩へ移した。隣のお袋と万蔵とはどんな面白い話をしてかしきりに高笑いをする。生さんはちんちんと手羽を噛んでちょこちょこ歩きをする。お豊さんは不況な顔をして横目に見るのである。今年の稲の出来は三四年以来の作だ。 三十俵つけ、一町にまとまった田に、一草の奥手を作ってある。一株、一握りにならないほど、大株に肥えてる。ほの重みで、ひとつらに忠節に伏している。兄夫婦はいかにも心持ち良さそうに、黒に立って眺める。西の風で、稲は東へ向いてるから、西手の方から枯れ始める。 お浜は小作と並んで枯りたかったは山々であったけれど、思いやりのない万蔵に妨げられ、仏頂面をして姉と万蔵との間へ入った。お父さんは絶対に自分の夫と並ぶを嫌って小作と並ぶ。何と言ってもこの場では小作は華役者だ。何事にも穏やかな小作も、こう並んで枯れ始めてみると、 負けるは残念な気になって一生懸命に顔を火のようにして飼っている万蔵はもう一人で歌を歌ってるお豊さんは百姓の仕事は何でも上手で強いニコニコしながら手も汚さず汗も出さずしゃくしゃくとして飼ってるが4話と5話との我々をもってより多く買る小作はぎしりを噛んで競うてみても お豊さんにかけてはほとんんど子供だ。お豊さんは微笑で意を通じ、小作のす貝を十本二十本ずつ借りつけてやる。お浜は何と言っても重視の小娘だ。お豊さんのそのしんさに少しも気がつかない。万蔵は一人で歌い飽きて。お浜さあ歌いよ。お豊さあなで今日は歌わねえか。誰も歌わない。 さっさと鎌の切れる音ばかり耳に立ってあまり話しするものもない。聖さんはおふくろと小声でぺちゃくちゃ話ししている。万蔵はあくびをしながらみんな色気があるからだめだ。小作さんがいればお父さんも浜子も歌も歌わねえだもの。万蔵は臆面もなくそんなことを言ってだみ笑いをやってる。 実際、万蔵の言う通りで、お父さんは、小作のいるとこでは、話も思い切ってはしない。小作は元から、話べたと来てるから、半日並んで仕事をしていても、ろくに口も引かないという調子で、今日の稲刈りは、大変賑やかであろうと思った反対に、すこぶる振るわないのだ。しかし、表面賑やかではないが、お父さんと、お浜の心では、 時間のすぐるも覚えないくらいにぎやかな思いでいるのである。小作はもちろんお豊さんが自分を思っているとはまだ気がつかないが、少しそういうところに経験のある目から見れば、平成あまり人に臆せぬお豊さんが、当お小作に近寄りたがるふうがありながら、心を抑えて話もせぬ様子ぶりに目を留めないわけにいかない。 何か心に思ってることはなくてそんなによそよそしくせんでも良い人に勤めてよそよそしくするのはおかしいに決まっている稲を買って透けるのは心あってのことともそうでないとも見られるがそのそぼりは何でもないもののすることとは見られない午後もやや同じような調子で過ぎた兄夫婦は稲の出来栄えにホクホクして 若い手合いのいさくさなどに目は及ばない。暮れ方になっては、さしもに大きな一町の田も、きれいに刈り上げられて、稲は黒の限りに長く頂上のごとくに組み立てられた。小作もお父さんのおかげで、這い回るほど疲れもせず、負け恥もかかず済んだ。お浜がもしお父さんの仕草を知ったら、大騒ぎであったろうけれど、 ととうとうお浜はまばかりでない、誰も知らなかったらしい。今日ぐらいかれば、小作も一人前だな。これが姉の褒め言葉で見ても知られる。のっそりこの小作も、お父さんの親切には動かされて、親族からええ人だと思った。お父さんが人の妻でなかったら、その親切を恋の意味に受けたかもしれないけれど、 木娘にも恋したことのない小作はまだお豊さんの微妙なそぶりに気づくほど経験はない元来はこの秋二軒が稲刈りをお互いにしたというも既にお豊さんの小作いしから湧いた画策なのだお豊さんは年に合わして気前の優れたやり手な女で腹の応えた人だから 自然、大それた真似をやりかねまじき女とも言える。こう考えてみると、ただ、お豊さんが目的を達したばかりで、今日の稲刈りには何の統一もなかった。稲刈りは、稲さえ思うだけ刈り上げさえすればよいわけだが、仕事の興味という点から言うと、二軒一緒になって刈るというところに、仕事以外の興味はなければならないのに、今度の稲刈りは、 どうもそれが欠けておった。清さんはさもつまらなそうに人について仕事をしているばかり。万蔵もお浜も清さんのお袋もなんだか面白くなかった。心象のことばかり考えて少しでも余計に仕事をみんなにさせようとばかり不信している兄夫婦は全く感情が別だ。みんなが面白く仕事をしたかどうかなどと考えはしない。 だから、こんなことは、つまらんとも思わない。ただ、若い者らが、大勢でやりたがるから、これに故障を言わないまでのことだ。他の人たちは、そうでない。大勢でしたら、面白かろうと思って、二軒一緒に、お互い、この稲刈りをしたのだが、なんだか、みんなの心が、天然むきむき、のようで、格別、面白くなかった。だから、今日の姉妹頃には、 生産も万蔵もお浜も、言い合わさないで、つまらなかったとこぼした。それはそのはずなのだ。お豊さん一人のために、皆が騒がせられたようなもので、いわばみんながお豊さんに馬鹿にされたのだ。誰とてお豊さんに馬鹿にされていたと気づきはしないけれど、事実はそれであるから、興味がなかったのである。 およさんももちろん人をバカにするなどの悪気があってしたことではないけれどつまりおよさんがみんなの気合に構わず自分一人の秘密にばかり屈託していたからみんなとの統一を得られなかったのだいつでも非常な良い声で歌を歌って随所の一段に中心となるおよさんが今日はどうしたかろくろく歌も歌わなかったからして みんなの統一を変えたわけだ生産や生産の袋はまたどうしたかご機嫌が悪いや珍しくもないというくらいな心で気にかけない。この稲刈りにはお父さんがいなかったらかえって他の者らには統一ができたのだ。そういうお父さんははなはだ身勝手な女のように聞こえるけれど人を統一する力ある者はまたその統一を破るようなことを。 必ずするものだおよさんの秘密に少しも気づかない小作は今日は自分で自分が分からずただ自分はデクノボウのようにおよさんに引き回されて日が暮れたような心持ちがした「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。 リブリボッックス、ドトオグのたた。めに録音されました「3」「今日は借り上げになる日であったのだが朝から非常な雨だ」「野の仕事は無論できない」「丹精維新の兄夫婦も今朝はいくらかゆっくりしたらしく雨戸の開き方が常のようには荒くない」「小作も母が来て起こすまでは寝かせておかれた」 小作は目を覚ましたときは、万足であろう土間で米をつく響きが、ずんずっと調子よく響いていた。雨で家にいるとせば、縄でもなうくらいだから、小作は腹の中では、用意あんばいだわいと思いながら元気よく起きた。小作は、今日休ませてもらいたいのだけれど、この取り入れ最中に休んでどうすると来るが恐ろしいのと、 小作は、よく働いてくれれば、私は家にいてご飯がうまいとの母の気遣いを思うと休みたくもなくなる。兄さん、今日は何をしますかうん、仕方がない。縄でもない。兄さんは何をしますか縄を縄うなら一緒に藁を示しましょう。うん、俺は俵を編む。浜公にも縄を縄わせろ。小作は、 自分の分と浜公の分と十歯ばかり藁を示して朝飯前にそれを打つ。お浜は例の苦のない声で孝太を歌いながら台所の洗い物をしている。姉はこんな日でなくては家の掃除も十分にできないと言ってガタ引き音をさせ家の隅々をぐるぐる雑巾がけをする。端正な人は掃除にまで力を入れるのだ。 朝飯がすむ。万蔵は米つき、兄は俵網、小作とお浜は治わない、姉は母を相手にぼろろいらしい、稲刈りから見れば休んでるようなものだ。向こうの政子も藁を担いでやってきた。どうか一人仲間入りさしてください。おやお浜さんも治ない。これはありがたい。私はまたせめて お浜さんの姿の見えるところで縄ないがしたくて来たのに「ああマスさんここへ入んなさい」「さあ浜子、お前がよくて来たつんだから」「あら嫌な」「は浜はつっと立って小作の右手へ移る」「マスさんはニコニコしながら小作の左手へ座を取る」「昨日の稲刈りはにやかでしたね」「私はおはまさんに惚れちゃった」 ははははは。<laughs> マサさんは話上手で、よく場合に応じての話がすこぶるうまいもんだ。冗談と真面目と具合よく取り混ぜて、人を話に引き入れる。マサさんはお浜の顔を時々見てはお豊さんを褒める。女の前でよその女を褒めるのは、ちっとしっけえなわけだけど、えいやねえお浜さん、お浜さんはお豊さんびいきだからね。 お浜は脇を見て相手にならない。っさんは誰へも渡りをつけて話をする。外は秋雨しとしとと降って、この悲しげな雨の寂しさに耐えないで歩いてる人もあろう、こもってる人もあろう。一家ら楽の庭には秋の哀れなどを言うことは問題にならない。兄の生真面目な話が一腐り済むと、万蔵がふぬけなく話をして、ひと笑い笑わせる。 話はまたお父さんのことになる。マッさんは真顔になって。お父さんは本当にかわいそうだよ。一体お父さんがあの清六のところにいるのが不思議でならないよ。あんまり悪口言うようだけど、清六はちとのろすぎるさ。親父だっておふくろだってざまあみさい。あれで清六がばくちもぶつからさ。お父さんもかわいそうだ。章も、 お父さんの里から見ると半分しかないそうだしなにお父さんはとても隣にいやしまいお前そんなことを言ったってどこがよくているのか知れるもんじゃないあの働き者のお父さんがいてくれさえすれば困るようなことはないから兄はつや気のないことを言ってるもっともうちじゅう一生懸命に取りもってお父さんを置こうとしているらしい それでもこの説はお父さんの機嫌が取りきれないっちゅう話だ。いてもらおうと思う方がよっぽど無理だ。お浜は喉の,の詰まったような声をして突然。お父さんがいなくなったら私はどうしよう。お父さんはいなくなりゃしないよ。何はいなくなるもんか、ただ話だわ。そうかしら。兄のお父さんを褒めようは面白い。ほらお父さん大好きさ。 あの人は村の若い女の良い手本だ。お父さんは仕事姿がええからそれがええのだ。俺はもう長着で羽織など引っ掛けてブラブラするのは大嫌いだ。染め抜いた紺のかすりに友禅の帯などを惜しげもなく締めてきりっと締まったあの姿で手のさえるような仕事ぶり。本当に見ていても気がせいせいする。何でも人は仕事は大事なのだから。 若い者は仕事に見えするのはえいこった。休日などにベタくさ作り散らかすのはおら大嫌い。浜子もお父さん好きだっけな。マネロマネロ。仕事もお父さんのように達者でなきゃだめだな。いやこれや旦那はえいことを言わしちゃった。お馬さんは何でも旦那に帯でも着物でもどしどし買ってもらうんだよ。小作は ただ笑う仲間にばかりなって、一向に話はできない。万蔵はもう一票の米を突き上げてしまった。兄は四票の俵を編み上げる。彰作の名前は,は、やはりお浜の仲間で、二人とも今の縄がないきれない。兄はもう、うち手ぞろいで仕事をすれば機嫌はよい。浜子、そんなににわかに稼ぎ出さなくともえいよ。 天気のええときには、みっちり働いて、こんな日にゃ、骨休めだ。これがええのだ。怠けて遊んだって、おもしれえもんでね浜、はさつまいもでもにろい。お浜は、釜屋へ行く。小作は考えた。兄は、一に新生、二に丹精で、小難しいことばかり言うて、わからない人とのみ思っていたに。今日の話は、なかなかわかってる。なるほど、これがええのだ。 これで面白いのだ。みんなしてこうして面白く働くがえい,いのだろう。田園生活などを言うても百姓の新郎を見物物にして百姓の作ったものをブラブラ遊んで見ていたってそりゃ本当の田園趣味でない。なるほど俺も百姓になろう。百姓は骨が折れるからとばかり思ってとかく本気に百姓しようと思わなかったけれど考えると 兄の言うことが本当だ。百姓になろう、百姓になろう。そう考えてみると、なるほど、お豊さんは立派な女だ。歳は同じだけど、我々、お坊さんとは訳が違う。それで、お豊さんは、真から親切だ。小作は、一人思いにふけって、昨日のお豊さんの様子を思い出した。マッさんの言うことも本当だ。お豊さんは、隣に嫁になっているとはかわいそうだ。 なるほどマッさんの言うとおり隣にはいないかもしれないそう思うとまた妙にお父さんが懐かしくなって別れたくないような気がするのである「小作さんちっとお話しなさいよ何か考えてるねはははは。<laughs> 小作はハッとしたけれど例のごとく穏やかな笑いをしてマッさんの方へ向くマッさんは快活に笑って三つの名をなってしまった 小作は二つ終えないうちにマスさんはちょろり三つなってしまった。満蔵は二表目の米を蔵から出してきて薄へ入れてる。お浜は芋を鍋いっぱいに入れてきていろりにかけた。あとはおばあさんに頼んでまた縄ないにかかる。満蔵は程よく米を薄に入れて俵は元の蔵へ戻し、薄へ腰をかけつつしばらく人の話を聞いているうち、 調子外れな声を出して、今日は小作さんにおごってもらうんだっけ。ほら確かな証拠を見たんだ。意外な万蔵の話に人々面白がり、一斉に笑いを持って万蔵の話を迎える。小作さんにおごらなきゃなんねえことがあるた、これはおもしれ。万蔵君、早く話したまえ。小作さんもおごるならまたそのように用意がいるから。 スさんに促されて万蔵は重い口を切った。およさあが小作さんに惚れてる。さあよいよおもしえ。どういう証拠を見た万蔵さん。小作さんもこうなっちゃおごんなきりゃなんねえな。口枯れなスさんはさも面白そうに合言をとる。万蔵何を抜かすだい。小作はそうは言ったものの不思議と顔がほてり出した。 満蔵はとんだことを言い出して困ったと思うような顔つきで昨日の稲刈りでお手よさんは内緒で小作さーのすがい一話つけた俺ちゃんと見たものお手よさんは小作さーの脇離れねえだもの惚れてるに違いねえお浜は目をギロッとして満蔵を見た小作はもう顔を赤くして嘘だ嘘だそらお手よさんは 俺があんまり稲刈りが弱いから、難所で助けてくれたにはそういないけど、そりゃお父さんの親切だよ。何も、惚れたのどうのってことはあれしない。バカまんめ、何を言うんだい。小作も、一生懸命弁解はしたものの、何となし決まりが悪い。のみならず、あるいはお父さんに、そんな心があるのかとも思われるから、いよいよ顔がほてって、胸がなってきた。 満蔵はそれ以上を言う働きはないから急いで米を突き出す。松さんはいよいよ面白がって「これはわかんねえ。そこまで満蔵さんに見られちゃ。とにかく小作さんはおごるが人だっぺえ。うん人の女房だって何だって女に惚れられっちは安くない小作さん。兄はまさかそんな話の仲間にもなれないだろう。難しい顔をしている。 マスさんは兄の顔に気がついて、言い出した話を引っ込ませかける。突然、いろりばたの障子が開いて、母が顔を出した。満蔵、はあ。お前、今、お父さんのことを言ったね、はあ。万蔵は、もう大変なことになったと思ってか、色青くして、目がはやうるんでる。お前、どんなことを見たかしんねえが、お父さんは、お前、隣の嫁だろう。 うちの小作だってこれから売る体じゃないか。冗談にこと書いて人の体さ傷のつくようなことを言うもんじゃない。わしが頼むからこれからそんなことは言わないでくろはあ。万蔵はもう恐れ入ってしまって申し訳も出ない。正直な万蔵は真から飛んだことを言ってしまったとの後悔が隠れなく顔に現れる。万蔵が 正直あふれた無言の謝罪には、母もその上、叱りようないが、なお母は、マッサンにもそれと響くよう、満蔵に強く念を押す。ねえ、万蔵、ちょっとでもそんな噂を立てられると、お父さんのため、また小作のため、本当に困ったことになるからね。忘れてもそんなことを言うてくれるな、えいか、はあ。ことは真面目になって、 話は火の消えたようになった。すると、噂を言えば影とやらで、どうやらお父さんの声がする。釜屋の裏口から、瀬戸口からごめんくださいまし。例の晴れ晴れした、輪の音のような声がすると、間もなくお父さんは庭場へ顔を出した。にっこり笑って、まあ、にぎやかなこと、鬱陶しいお天気でございます。おばあさん何ですか、ああ、そうですか。 どうもごちそうさま。今まで唯一の問題になっていた本人が突然入ってきたのだからみんな愛かいでみて呆然実質というありさまだ。さすがのマさんも今までお前さんの噂をしていたのさとは言いかねて一心に名をなうふうにしている。お父さんはみんなにわいそうを言うて姉のいる方へ上がった。何か旗の金を借りに来たらしい。やがて、 芋が煮えたというので、姉もお父さんと一緒に降りてくる。大勢輪を作って芋を食べる。少しく立ちまさった女というものは、不思議な光を持っているものか、お父さんがちょっとここへ来れば、そのちょっとの間、お父さんがこの場の中心になる。知らず知らず、誰の目もお父さんに集まる。顎のあたり、豊かに艶よきお父さんの顔は、どことなく重みがあった。 ずいぶんおしゃべりなマスさんなぞも会でこそかれこれ茶化したようなことを言っても面と向かってはすっかり照れてしまって冗談一つ言えない。お浜は先にお父さんが小作に気があるというのを聞いて自分がお父さんと一層近しくなったような心持ちでお父さんの膝にすり寄ってお父さんの顔を見上げている。小作はわざと別れ外れて立って芋を食べてる。 マッサンはしきりにお父さんの方を盗み見てお父さんが小作に対する動作に何者かを発見せんと努めているけれどマッサンなんかにけどられるようなそんな浅さしいお父さんではないお父さんは小作へはちらっと目を配る様子もないやがてお父さんは今夜は早く風呂ができるから入りに来てくれるようにとおばあさんをはじめみんな言うて帰った 昼過ぎても雨は止まない。万蔵は六との米を突き上げてしまって遊びに出た。あとは昼前の通りへ聖さんも藁を持ってやってきた。聖さんが来てみればもうお豊さんの噂もできない。お浜を相手にマスさんが拉ちもなきことをしゃべってにんやかしてる。小作は考え前としてもどうしても考えられてならない。考えてると人にそう思われては よいよ困るから、ことさらに、拉ちもない話に口を出して、腹は沈んで、口では浮いてるように振る舞ってるけれど、そういうことは、小作の柄でないから、旗で見てるとよほどおかしい。お父さんが、ほれを思ってる。本当かしら。夫のあるお父さんが、そんなことはありゃしまえ。お父さんは、何もかもきちんとした人だ。おいらなどよりも、よほど大人だもの。 俺を思ってるなんて嘘だ、嘘だ、嘘に違いない。第一、本当であったら、お父さんは見かけによらず、ふラチなメロウだ。いや、そんなことがあるもんか。嘘だ、嘘だ、嘘だと、心で言うほど、思い当たることが出てくる。お父さんが俺に親切なは、今度の稲刈りの時ばかりでない。鳴門の祭りの時にも、考えればおかしかった。この間の日暮れなども、 そっと一軸をたへ入れれてくれたそうそうこの前の稲刈りの時にも俺が鎌で手を切ったらお父さんは自分のかぶっていた手ぬぐいを惜しげもなく裂いて祝いてくれたどうも思ってるのかもしれない考え出すと果てがない小作は胸が躍って少しのぼせた人に怪しまれやしまいかと思うと落ち着いていられなくなった 小作は出たくもない便所へ行く。便所へ行ってもやはり考えられる。それではお父さんはどうも俺を思ってるのかもしれない。そうするとお父さんは良くない女だ。夫のある身分で不落ちな女だ。不落ちだなあ。小作は確かに一方にはそう思うけれど、それはどうしても義理一通りの考えで腹の隅の方で小さな弱々しい声で鳴る声だ。 恐ろしいような君の悪いような心持ちがよぼよぼしたみすぼらしいさまで音よふらちを痩せ我慢に偽善的に言うのだ。小作はいくら目をつぶっても眉の濃い髪の黒いつやつやした音よの顔がありありと見える。何もかも行き届いた女と兄も褒めた若い女の手本。いくら憎く思って見てもいわゆるぬかにくぎで 何らの手応えもない。あらゆる偽善の虚栄心を覆して、心の底からお父さんうれしの思いがむくむく頭を上げる。どう腹の中でこね返しても、つまりお父さんは憎くない。いよいよお父さんが俺を思ってるに違いなけれや、どうすればよいか。まさか主ある女を、お父さんもどういう了見かしら。いやだいやだお父さんが いくらええ女でも主ある女人の妻嫌だ嫌だ。小作はようやくのこと嫌だ嫌だと口の底で言いつつ便所を出たけれどもしも小作がお父さんに会ってお父さんのあの力ある顔つきで何とか言い出されたら小作が今口の底で言う嫌だ嫌だなんぞは手のひらの治療を拭くより軽く飛んでしまいそうだ。小作は知らず知らずため息が出る。 小作が自分の座へ帰ってくるとは浜はじっと小作の顔を見て何か言いたそうにする。小作は慌てて「浜子、芋の残りはないか芋が食べたい。ありますよそれじゃあ取ってくろ」。それから小作はろくろく縄も縄わず芋を食ったり猫を追い回したり用もないに家の周りを回ってみたりしてわずかに心のもしゃくしゃを紛らかした。 ショー終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org」のために録音されました「し」「夕飯が終えるとおばあさんは風景だとかで寝てしもうた」「瀬戸山の竹に雨の音がする」「雫の音がシとシと,とと聞こえる」 その竹山越しに隣のおふくろの声だ。「隣の旦那湯が来きましたよ。はい。お浜が釜屋から答える。兄夫婦は湯に呼ばれて行った。小作は小座敷へ入って今日の新聞を見る。小説と雑報とはどうかこうか読めた。それから源氏物語を読んだが読めればこそ 一行も異議を介しては読めない。小作は本を持ったまま、仰向きにふんぞり返って、天井板を見る。天井板は見えなくて、お父さんが見える。今夜は、湯に行かないほうがええかしら。そうだ、行くまい。行かないとしよう。何行ったってええさ。いやいや、行かないほうがええ。行くまいと言うは、道徳心の小作で。 行きたい、行きたいとするのは、性欲の小作とでも言おうか。一方は、行かない方がええとは言うけれど、一方では、行きたい、行きたいの念が、むらむらと抑えきれない。もし、お父さんが、こっそり湯淵へ来て、なんとか行ったらどうしよう。こう思うと、気味が悪くて、恐ろしくて、腹がワクワクする。小作は、 また耳がほかほかしてきた。行かないほうがええな。ああ、行くまい行くまいこう口の底で言うてみる。行きたい心はかえって口底にも出てこず、行きたいなどとは決して言わないが、その力は盤石のるのように腹の底にひっついていて、どんなことをしたって離れそうもしない。果ては疲れてぼんやりした気分になっていると。 小作小、作、英雄だど、ちょっともらっておいで、隣でも待ってるよ。姉が呼ぶのに、小作は無意識に立ってしまった。もう何にも考えずに、瀬戸の竹山の雨の暗がりを走って隣へ行ってしまった。湯は釜屋のひさしの下で、瀬戸の出口に据えてある。あたり真っ暗ではあれど、買って知ってる家だから、 足探りに行ってもはない風呂の前の方へ来たら釜の火がトロトロと燃えていてようやく瀬戸の入り口も分かった。戸が細めに開いてるから小作はごめんくださいと言いながらうちへ入った。表座敷の方では年寄りたちが三四人高笑いに話してる。今小作が入ったのを知らない。小作は 庭場の上がり口へ回ってみると、すすけて赤くなった障子へ、光が映って、油紙を透かしたように赤濁りに明るい。障子の外から小作が、こんばんは、お湯をもらいに出ました。まあ、小作さんですかい。地と和がんさい。今、大話があるとこです。というのは、生産のお袋だ。喜兵衛殿のばあさんもいる。五郎兵衛殿のばあさんもいる。 七兵衛のおじいさんもいた。みんな湯に入ってしまって話し込んでいるらしい。誰か障子を開けてみんなが小作に挨拶する。生さんはいろいろの旗にごろ寝をしていた。お父さんだけがかえも見えず声もしない。よい塩梅だなと思う心と失望を見たような心が同時に湧く。湯は空いてますからとお袋が言うままに。 小作は風呂場へ行く。風呂はトロトロビンながら、ちいちいと音がしてる。むしろ蓋をのぞけてみると赤くさい。ずいぶん大勢入ったと見える。小作はとりあえず入る。入ってみれば臭みもそれほどでなく、ちょうど頃合いの温かさで、しばらく使っているとうっとりして頭が空になる。お父さんのこともちょっと忘れる。 雨が少し強くなってきたのか、シーの葉に雨の音が聞こえて、しずくのおつるが闇に響いて寂しい。座敷の方の話し声がよく聞こえてきた。小作は頭の後ろを桶の縁へつけ、目をつぶって温まりながら、座敷の話に耳をそば立てる。やっぱりそのごやごやした話し声の中から、お父さんの声を聞き出そうとするような心も、 頭のどっかに働いている。恋は確かにゴロベ衛婆さんだ。そら、近郊の画家がさ、昨日、大狂言をやったちでねえか。どこで近郊と夫婦喧嘩か。珍しくもねえよ。ところが昨日のはよっぽど面白かったってよ。あの、つべの貞高地親分の寺でね、落合の山の中でさ、大博打ができたんだよ。 ばのん、金庫も仲間になったのさ。それを誰が教えたか、カカアに教えたから、カカアがそれ火のようになって暴れ込んだとさ。うん、爆地刃へ帰。そうよ。カカアの怒るのも無理はねえだよ。ばあさん。今年は豊作というにさ。作得米をあげたら、ちとも小遣いともで二票しかねえというに、酒を飲んだり、 バクチまで仲間になるだもの。カカアに無理はないだよ。そらまあええけど、それからどうしたのさ。カカアがね、目真っ暗で飛び込んでさ。婚姻結築証明、暮れの販売もねえのに、バクチぶちた何ごったって、怒鳴ったまではよかったけど、そら、目真っ暗だから、親父と思ってしがみついたのが、その親分の定子であったとさ。 そのうちに、親父は外へ逃げてしまった。みんなして、おっかまあ、静かにしろって押さえられて、見ると他人だから、かかあもそれ大まんをつきさ。それでも、ばあさん、親分と名のつくものは関心だよ。いや、おっかあに無理はねえ。均衡が悪い。均衡、均衡、均衡どうしたって言うもんだから。近郊も決まり悪く、元のとこへ戻ってくると。 その始末で、いやは、よっぽどの見本であったとよ。そりゃ、おかしかったな。みな一斉に笑う。それからまだ、おかしいことがあるさ。金光も、そのまま、のめのめと、かかわと二人で消えられめ。金光が、さだ親分にちょっと謝ってね。それから、かかわの頭を二つ暮らしたら、かかわの方は、何が飛んだかな、というような面をしていて。 帰って親分が「なんだ金郊、俺の前でカカオをぶつ地方は安えって怒鳴られて二人がすごすご出てきたとこが変なもんであったちよ。うんそうかそれでも昨日の日暮れ俺が寄ったら刈り上げで餅ちをついたから食っていかねえかって二人がうんやなんやでやってたよ。うんあんかかいつもそうさやっぱり似たもの夫婦だよ。 あは,はははは。それから何か次の話が出そうで、すこぶるにげやかだ。小作も思わず映り込まれて、一人笑いしていると、細目に開いてるとの間から、白い女の顔がすっと出た。小作は、はっとする間もなく、およさんは、風呂の前へ来て小声で、こんばんは、と言う。小作は、ちょっと息詰まって、返事ができないうちに、 声かすかに。お湯がぬるくありませんかええ。少しもしましょう。お父さんは風呂の前へしゃがんで火を起こす。火がパッと燃えると、お父さんのゆいたてのいちょう返しがてらてらするように美しい。小作はもう震えが出て物など言えやしない。お父さんはもうお湯が済んで、と口のうちで言っても声には出ない。 おとさんはやがて立った。おお寒い、手が冷たい。と言って、二本の真っ白い手を湯の中へ入れる。小作は、お父さんの手に触っては、大変とも何とも思わないけれど、なんとなく恐ろしく、体を後ろへ引いた。小作さん、流しましょうか。ええ。小作さん、ちょっと手ぬぐいを貸してくださいな。お父さんは、忍び声で言うので、小作は、 いいよいよ恐ろしくくなってくる恐ろしいと言うても他の意味ではない。こういう時は経験のある人の誰でも知ってる恐ろしさだ。小作は手ぬぐいをお豊さんに貸して体を湯に沈めている。お豊さんは少し小ごみ加減になって両手を風呂へ入れているから小作の顔とお豊さんの顔とは一尺四五寸しか離れない。 お豊さんは少し化粧をしたと見ええも言われない良い香りがする平成白い顔が嫁に見るせいか匂いの塊かと思われるほど美しいかすかにお豊さんの息の根の聞き取れた時小作はなんだかにわかに腹のどっかへ焼き金を刺されたようにじりじりと胸に響いた果たして庄作の胸に全国起こった フラチナ女だとか、甚だよくない人だとか思ったことが、どこの隅へ消えたか、影も形も見せないのだ。書作も今はうっとりしてお父さんに見とれるほかなかった。人の話し声も雨の音も何にも聞こえないで、夢のような酔ったようなたわいもない心持ちになって、心のすべて、むしろ体のすべてを、 お豊さんに奪われてしまった小作は今お豊さんにどうされたってお豊さんの意のままになるよりほか少しでも逆らうべき力がないようになってしまったなるほど女というものは恐ろしいものだお豊さんはありがとうございましたと小声で言うて手拭いを手渡しながらいっそかすかな声で小作さんと言うたその声はさすがに震えている 小作は「はあと答える声すら出ないで、ただお父さんの顔をじっと見上げているうちに、座敷の方で「おとよおとよ」と呼ぶのはおふくろの声だ。おとよさんは無言のまますっと身をかわして、どのうちへ入る。入ってから「はい」と鮮やかな返事をする。湯がぬるかないか、釜の下を見てあげてくれ。はい。おとよさんは、 再び出てきて、今度は再々した声で、小作さん、おぬるいでしょう。ゆっくり入っててください。今、もしますから。人をはばからない声だ。まきを2、3本、釜に入れて、火をもしつけた。小作はそれにはかまわず、湯を出て着物を吹きかけている。小さん、もう上がったんですかぬるかったでしょう。小作は、育児なく、 挨拶の言葉もでないが、帯を締めるにもことさらに手間取って、もじもじしている。およさんは、つっと立ってきて、髪の代わりの鼻を打つまで寄り添う。そして、恋を潜めて、この間、里から鉢あがきを送ってくれたから、しょうさんに二つ三つあげますよ。およさんは、冷たい髪の毛を、翔作の湯ぼてるの顔へ触れる。 小作も今は少し気が落ち着いていてる。女の髪の毛が顔へ触れた時むらむらとお豊さんがいじらしくなったお豊さんは柿を小作のたもとへ入れその手で小作の手を取ったこんな場合を初めて経験する小作はそのお豊さんの手を取り返しもせず取られたままにおどおどしていた取られた手に一層力が入ったと思うと お父さんはそのまま手を引き、燕のように身を翻して、戸のうちへ消えてしまった。小作はしばらくただ夢心地であったが、はっと心づいてみると、一時もここにいるのが恐ろしく感じて、そうそうちに帰った。小作はこの世どうしても眠れない。いろいろさまざまな妄想が、狭い胸の中で、もやくやもやくや逃げ繰り返る。 温かい夢を柔らかなふわふわした白衣に包んだように何とも言えない心地がするかと思うとすぐ後から罪深い恐ろしい嫌でたまらない苦悶が起こってくる。どう考えたってお父さんは人の妻だ。主ある人だ。人の妻を思うとは何事だ。バカめ晴れんちめ。そんなことができるか。ああ嫌だ。けれどお父さんは どこまでも悪い人ではない。憎い女ではない。憎いどころではない。およさんのような女で、そうしてあんなに親切な人はどこにもない。一体どういうわけで、あのしっかりとしたおよさんが、隣のうちのようなくずぞろいのところにいるのか。聞けば全く仲人の人に欺かれたのだというのに。わからねえな。そのくせせえさんと仲がええかというに。 決ししてそそううううででなないいよだだにおさんはええ人人かわいそうな人だどうしたらええだろうただお互いに思い合ってるばかりでどうもしなければ差し支えもあるまいがそれでお互いに満足はできようかそれがまたできたところでつまりはつまらないことになってしまういくら考えても結局を思えば俺とお父さんが何ほど思い合っても どうすることもできやしない。いたずらなる感情の上に、むなしき思いを通わせても、罪の深いことは同じだ。世間に噂でも立てられた日には、二人がこうもる災いも同じだ。ああ、つまらない、ばかばかしい。そうだ、お父さんによく言い聞かして、つまらぬ考えはやめさせよう、それに限る。それでも、お父さんが俺の言うことを聞くかしら。 一体お父さんはどういう了権かしら。何もかも分かってるお父さんが、人の妻でいながらあんなことをするのは、困ったな。いくら考え直しても、お父さんはええ人だ。愛しい人だ。お父さんのためなら、おら罪人になってもええ。極道人になってもええ。それで、お父さんさえいいと思ってくれるなら。ああ、困った。小作はとうとう、 鶏の鳴くまで眠れなかった。幾百回考えても、つながれている犬がその棒をめぐるように、巡っては元へ帰り、帰っては元へ戻り、具にもつかぬことをぐるぐる考え巡っていたのだ。泳ぎを知らない人が水の深みへ入ったように、小作は今はどうにもこうにも動きが取れない。つまりお父さんの声の手にとらわれてしまっているのだから。 小作が一人であがいた分にはいくらあがいたって何にもならないのだこの事件は小作の心だけではどうすることもできないのだ「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org」オのために録音されました。5 それから後のお父さんは片思いの人ではなかった。隣同士だから何と言っても顔を見合わせる機会が多い。お互いに素振りに心を通わし、微笑に意中を語って、夢路をたどる思いに日を過ごした。後には小作は一筋に思い詰めて、危険をも犯しかねない熱死な時もあったけれど、そこはお父さんのしっかりしたところ、 年頃に小作をすかして不義の罪を犯すようなことはせない。お父さんの行為は女子に最も癒しむべき多情のお行と言われても立派な弁解は無論できない。しかしよくその真事に立ち入ってみれば憐れむべき同情すべきもの大きを見るのである。お父さんが隣に嫁いたについては例の仲人の虚偽に謝られた。 お豊さんの里は中納以上の家であるに隣はほとんど小作人同様であるそれに清六があまり利口でなく丹性でもないお豊さんも来て間もなく全ての様子を知って一旦里へ帰ったのだがお豊さんの父なる人は腕一本から丹精して相当な財産を作った人だけに財産のないのをそれほどに苦にしない 働けば財産はできるものだ。一旦縁あって嫁いったものをただ財産がないという一課状だけで離縁はできないそういう不人情な了見ではならぬと言われてお父さんはいやいや帰ってきた父の言うとおり財産のないだけで清毒が今少し男らしければお父さんも気をもむのではないそういう境遇のところへ 隣のことであるから、自然、小作の家と行き来して、小作の人柄が、温和なうちに、ちゃんとしたところがあり、学問とて、清六などの日ではない。そのほか、お豊さんと、どこか秋のあったところのあるので、お豊さんは、ついに思いを寄せることになったのだ。陰ながらも小作を見、小作の声を聞けば、お豊さんはいつでも胸の曇りが晴れるのだ。 それがため、到底ダメと思っている隣のうちにうかうか半年を過ごしたのである。その年もようやく暮れて、十二月半ばごろに突如として庄作の縁談が起こった。隣村、何がしけ婿養子になることにほぼ決まったのである。庄作はお浜の手引きによって、一日お豊さんと某所に返し、今までの関係を解決した。 お互いに心の底を話してみれば、いよいよお互いに敬愛の念がみなぎり返るのであるが、ままならぬ世の習いに背きず、どうしても遠い他人にならねばならない。男同士ならば、ますます親密の交わりができるのに、男女となるとそうはいかない。実につまらない世の中だ。我が心身を我が思うに任せられないとは、人間というものは考えてみると、 馬鹿に切ったものだ結婚せねばならぬという理屈で、よくは少根もわからぬ人と人為的に引き寄せられて、そうして自ら機械のごときものになっていねばならぬのが道徳というものならば、道徳は人間を締め殺す道具だ。二人は互いに手を取って涙の糸を寄り合わせ、これから先神の恵みに救われるようなことがあったらば、互いに持った涙の名を 結び合わせようと約束した。このことをあった翌々日お手さんは里へ帰ってしもうたそうしてついに隣へ帰ってこなかった小作も一旦陽気へ行ったけれどお手さんとの噂が立ったためかついに廃園になった「章終わりこの録音はパブリックドメインです」「隣の嫁伊藤幸を雄終わり」